窓の向こうという遊びをするよ。窓の向こうに何が隠れているかな？順番に窓を開けていくよ。何かわかったら教えてね。はじめに何色を選ぼうかな？黄色は何枚ある？1枚だね。青は何枚ある？1、2、2枚だね。オレンジは何枚ある？1枚だね。はじめにどの色にしようかな？まずこの青色からやってみるね。窓が3つあります。青色と緑色と黄色の窓です。どの色の窓から開けてみる？それじゃあまずは青色の窓を開けるよ。何が見えたかな？よーく見てね。もうわかった子いる？次は黄色の窓を開けるよ。何が見えたかな？窓が見えるよ。ドアもあるね。最後は緑色の窓を開けるよ。何が見えたかな？何か書いてあるよ。漢字で書いてあるね。読めるかな？もうわかったかな？全部開けてみるよ。これはなーに？そう、タクシーでした。タクシーに乗ったことはある？誰と乗ったの？タクシーはお金を払って乗る乗り物だね。行き先を伝えると、行きたいところまで乗せて行ってくれるよ。次はこの黄色を使います。緑色の窓と白色の窓と赤色の窓があるよ。赤色の窓から開けてみるね。何が見えた？窓だね。タクシーにも窓があったね。次は青色の窓を開けてみるよ。もうわかった子はいるかな？これは何をするところ？どうやって開けるんだろう。最後に緑色の窓を開けます。ここにも何か書いてあるよ。漢字で書いてあるね。数字もあるよ。どうして書いているんだろうね。誰が見るのかな。それじゃあ全部開けてみるよ。何かな？そう、バスでした。乗ったことはあるかな？こども園にあるバスとはどこが違うかな？こども園には前の表示はないよね。行き先が書いてあるね。行きたいところを見て乗るんだね。どこから乗ったらいいの？前にも後ろにも扉があるよ。前には入り口、後ろには出口って書いてあるよ。バスに乗ってどこで降りたらいいの？家の前で待っててもいいのかな？バ
バスを待つ場所があるよね。バスを待つところをバス停って言うんだね。子ども園の前にもバス停があるよ。次はオレンジ色を開けてみます。何色の窓から開けようかな。青色と赤色と緑色の窓があるよ。最初に赤色の窓を開けてみるね。何が見えたかな。さっきと少し違うね。次は青色の窓を開けてみるよ。何が見えた？窓がたくさん見えるね。どんな形をしているのかな？もうわかったかな？最後に緑色の窓を開けるよ。黄色いところは何かな？ライトだね。どうしてついているのかな？それじゃあ全部開けてみるよ。名前は何かな？新幹線でした。新幹線に乗ったことはある？どこで乗ったの？新幹線には駅があるね。駅で待っていると新幹線が来るよ。どこへ行こうかな？新幹線にはたくさんの人が乗れるよ。速いスピードが出せるから遠くまで行けるんだよ。ライトはトンネルを通るからついているんだね。最後にもう一つの青色を使います。黄色い窓と白い窓と赤色の窓があるよ。まずは白い窓を開けます。何が見えるかな？何が見えたかな？どんな形をしているかな？次は何色の窓を開けようかな？次は黄色の窓を開けるよ。何が見えたかな？窓が見えるね。さっきのバスの窓と比べてどうかな？バスにも窓があったけど、どちらの窓が小さいかな？最後に赤色の窓を開けてみるよ。最後に赤色の部分を開けてみるよ。何が見えるかな？もうわかったかな？ここには大切な役割があるんだよ。ヒントは空を飛ぶよ。全部開けてみるね。飛行機でした。乗ったことあるかな？飛行機は遠いところまで行けるんだよ。日本を出て外国へも行けるんだよ。空を飛べるのはどうして？翼があるね。バランスを取りながら飛ぶんだね。飛行機の他に何が出てきたか覚えてる？飛行機の前は何が出てきた？飛行機の前は新幹線だったね。新幹線の前は何だったかな？新幹線の前はバスが出てきたね。それじゃあ最初に出てきたのは何だったかな？最初に出てきたのはタクシーだね。タクシー、バス、新幹線、飛行機、これはみんな同じ仲間です。なん
ていうかな、この仲間は乗り物だね。乗り物だけど、4つの乗り物はみんな何かを運ぶ乗り物だよ。何を運ぶ乗り物かな？そうだね、人を運ぶ乗り物です。今日は窓の向こうにという遊びをしました。